皆さん、こんにちは。応援していた選手が突然帰郷してしまったという経験はありますか？ボートレーサーは大会の前や途中などに様々な理由で突然レースを欠場し帰郷することがあります。中にはシリーズが始まって低モーターを引くなどで成績が全く振るわず、通算成績を維持するために適当な理由をつけて帰郷してしまうケースも噂されていますが、帰郷のほとんどは怪我や体調不良、もしくは過失合と言われる家庭の事情などによる帰郷がほとんどとなります。ボートレースにおいてはたびたび発表されるこの帰郷ですが、今回は直近のシリーズで優勝戦まで駒を進めたにもかかわらず優勝戦を欠場して途中帰郷となり話題を呼んでいる山田浩二選手について、本人のプロフィールも含めながらご紹介したいと思います。山田浩二選手は1987年12月26日生まれ、身長167センチ、血液型O型、佐賀県出身で佐賀支部に所属している。登録番号4500102期。2024年9月現在は A1 級のトップボートレーサーです。山田浩二選手は豪快なターンと巧みなハンドルさばきが特徴で、定界のスーパースターである峰竜太選手の愛弟子としても注目を集めているレーサーです。そんなトップレーサーの山田浩二選手がボートレーサーを目指したきっかけは、ボートレース好きの親戚のおじさんの影響だそうです。そのおじさんに連れられてよくボートレース場に行っていたという山田浩二選手は、レースを見て小さい頃からボートレーサーになりたいという強い気持ちがあったと語っています。そんな気持ちを持ち続け、高校卒業後に養成所に入所した山田浩二選手は、養成所時代にリーグ戦勝率 6.59、 準優勝6回、優勝5回、優勝1回という好成績を残し、卒業記念競争にも出走しました。卒業記念競争では惜しくも2着となりましたが、それだけの成績だったことからデビュー前から少し注目を集めていました。その後2008年5月7日にボートレース唐津で行われた日本財団会長杯でデビューを果たし、なんとデビュー戦から3着と船券に絡む活躍を見せます。さらにシリーズ4日目となった5月10日には6コースから抜きで1着を勝ち取り、デビューからわずか5走目で初勝利を挙げました。デビュー節からその実力をファンに見せつけ、一気に注目の新人レーサーとなりました。その後2010年8月8日にはボートレース徳山で行われたデイリースポーツ杯 S1 グランプリでは初優勝をマークし、優勝戦でも2着に食い込む活躍を見せます。また2011年1月にはボートレース宮島で行われた G1 共同通信社杯第25回新鋭王座決定戦競争で G1 初出場を記録してトップレーサーの仲間入りを果たすと、2011年8月28日にはボートレース丸亀で行われた G3 新鋭リーグ第13戦では優勝戦まで駒を進めて1号艇を勝ち取ると、しっかりと逃げ切りを決め、念願の初優勝を G3 の舞台で記録しました。デビューから3年ほど経った2011年の時点ですでに A1 級に昇格した山田浩二選手は、その後も目覚ましい活躍で実績を積み上げていきます。2014年10月にはボートレース常滑で行われた SG 第61回ボートレースダービーでは SG 初出走と SG 初勝利をマークして、さらに実績を積むと、2015年4月にはボートレース大村で行われた開設63周年記念 G1 海の王者決定戦では G1 初優勝をマーク。2016年5月にはボートレース尼崎で通算500勝。2017年11月にはボートレース下関で行われた SG 第20回チャレンジカップで SG 初優勝。2018年12月にはボートレース唐津で行われた G1 ダイヤモンドカップではついに G1 初優勝を成し遂げるなど、毎年のように大きな実績を残し、成績を落とすことなく着実にステップアップしていきます。そんな山田浩二選手ですが、2021年にボートレース界で起きた新型コロナウイルス持続化給付金不正受給問題で不正受給に関わっていたとされ、
2021年5月から3ヶ月の出場停止処分を受けました。復帰後 A1 級としてレースに出走しましたが、最低出走回数を満たせず B1 級への降格も経験しています。その時には出場停止処分と同時に2022年の SG ボートレースダービーへの出場権利も剥奪されるなど、自己責任な部分もあるとはいえ、山田浩二選手にとってはかなり苦しい期間も経験しました。ただ復帰後は再び成績をキープして SG 戦線にも戻り、2023年1月にはボートレース住之江での勝利で通算1000勝も達成。2023年5月にはボートレース芦屋で行われたオールスターで SG 2度目となる優出するなど、近況でも存在感を増しているのも事実です。2012年頃にはすでに勝率7点台に乗せていましたが、その後悪くても6点台後半、良い時は8点台をマークした期もあります。直近の4期ではいずれも7点台を上回っており、長年好成績をキープしている安定感も山田浩二選手の魅力の一つと言えるでしょう。そんな山田浩二選手ですが、直近出場した大会での途中棄権が小さな話題となっています。山田浩二選手は2024年9月23日からボートレース江戸川で行われた第24回スカッと爽やか杯に出場しました。好天のため2日順延されたこの大会で、山田浩二選手は初日から出走し、2日目までに3走で1着2回、2着1回とさすがの成績で、得点率を 10.00 として予選成績トップにつけていました。その後、3日目となった9月25日は予選最終日を迎え、山田浩二選手は2回走りで1着と6着をマークします。2走目の6着により得点率は大幅に下がりましたが、それでも 8.40 と予選を3位の位置で通過しました。通常であれば準優勝戦で勝負というところですが、このシリーズでは準優勝戦が設けられておらず、得点率上位の6選手がシンプルに優勝戦へ駒を進めるというルールとなっていました。そのため山田浩二選手は得点率3位で優出圏内を勝ち取り、優勝戦へ向かう予定でした。しかし9月25日のレースを終えた後、公式サイトから山田浩二選手の途中棄権が発表されました。理由としては過失号のためとされており、優勝戦に出場予定だった山田浩二選手は優勝戦を欠場となってしまいました。山田浩二選手の突然の帰郷発表に SNS 上では、山田浩二どうした、何があった、山田浩二選手で優勝予想したのにまさか帰郷とは本当残念と驚きや不思議がる声が聞かれました。また理由とされている過失号についても、こればかりはやむを得ない、怪我や病気じゃなくて安心したとのコメントもありました。過失号は講義で使われる理由のため、実際に何が理由で帰郷となったのかは不明ですが、もし怪我や体調不良であれば、その理由通り怪我のため、傷病のためなどと発表されるはずです。本当に過失号なのかはさておき、怪我や体調不良ではないことはファンにとっては安堵の結果となったと言えます。ちなみに山田浩二選手は次に入っている斡旋が2024年10月2日からボートレース平和島で行われる第69回日刊スポーツ期平和島マスターズで、こちらには現状出場予定となっているため、先日の帰郷は怪我でないことの裏付けにもなります。今回優勝戦を目前にしての帰郷となり、残念だった部分はありますが、山田浩二選手の実力であれば今後の大会でも優出、優勝をいくらでも狙えるはずです。さらなる活躍に期待しましょう。いかがでしたか。今回は優勝戦を目前に過失号で帰郷となってしまった山田浩二選手についてご紹介しました。山田浩二選手の今後には引き続き期待するとして、ボートレーサーにもそういったやむを得ない事情があるということを理解しておくのもいいかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。